水野正奈は、江戸時代末期から、明治初期にかけての武士。久留米藩重臣。牧田持津新守護の藩内の尊皇上位派の、領袖であり、明治維新後の藩政を主導するが、久留米藩難事件により失脚し獄死した。文政六年、久留米藩重臣、水野文三郎正義の次男として、久留米に生まれる。母、鶴子は、同じく、 久留米藩重臣、稲継縫戸の政教の娘。辞典、道之助は、番頭、吉田俊隆の養子となって、吉田白文を称し、三帝、安行臣は、家老、稲地正成の家を継いで、稲地政君を称した。天保十四年、奏社番となる。牧田持臣、木村三郎と交わり尊能上位派として、活動、反省の改革を主張した。 嘉エ5年3月、久留米藩における、尊能上位派の失脚、弾圧によりマサナも、職を解かれて、英知教を命ぜられ、以後12カ年にわたって遊兵された。嘉エの大国に際しては、同志であった弟の稲ネジ君も、過労没収、遊兵の処分を受け、自陣している。文久3年5月に遊兵を解かれ、牧田保つ心と共に、 京都に上り、学習院御用係となる。同年8月、8月18日の政変が、発生すると、三条、耳、四条高唄、東、久世道と良七教に従って、長州に入る。元治元年、五教と共に、太財府に入ってその側近に仕え、警護に当たるとともに、久留米藩尊能上位派との連絡を持った。慶応三年、 五教と共に上京。明治元年2月、大阪において奏者番に復帰し、賛成となる。3月、藩主と共に、久留米に入り、中老に進んで藩政を担い、尊皇上位派政権を組織した。この際、カエの大国に報復する形で、砂漠解明派に対して、弾圧を加え、有馬健も持らを遊兵し、今井久志らに切腹を命じた。 明治元年5月、笹近平の提案により、武士、町民、農民を混成した、王変隊を編成し、議定の水野又蔵を、隊長、笹近平を参謀とした。王変隊は、母親戦争に従軍し、函館戦争に参加する。明治2年6月17日、反石奉還に伴い、久留米藩大参事となる。明治3年9月、 長州藩で、騎兵隊の反乱を起こして敗れた、大楽玄太郎が久留米に逃れると、小川真文ら大変隊幹部はこれを悲語した。大楽らによる、クーデター計画が発覚すると、明治4年、明治政府は、久留米藩に対して巡察し史上高歌少将を率いる、軍を派遣した。水野正名は、 半知事有馬ライミナの命を受けて、事態の収拾に当たったが、3月13日面間の、上捉えられて、東京に護送された。12月には、終身金庫に処せられ、青森県広崎の監獄に移送。明治5年11月、同地で獄死した。去年50、水野正菜の国寺への奔走を検証する石碑が、篠山神社境内にある。これは、 1933年に建立されたものである。ありがとうございます。